手書き文字と聞いてどういったことをイメージしますか実は手書きの文字には皆さんが文字として認識している以上にたくさんの情報が詰まっています手書き文字は日ごろよく目にしているスマホやパソコンの画面に映し出されている文字とは違い書いたその人の顔が現れているんですね書き手の顔え文字を書くという行為少し考えてみますと 文字を書くという行為を私たちがやっているときには、この脳というのはですね、非常に広範囲にわたって大きく働いているんです。こんな研究成果があります。字が上手な人と下手な人、一体どんな違いがあるんだろうそんなことを考えたことありますかそういう研究をした人がいたんですね。その時に脳、どういうふうに働いているんだろうということを調べてみた。字が上手な人は、脳が非常に活発にぐーっと働いている。それに対して、 まあ残念ながら字がちょっと下手だと言われている人は脳があまり動いてないどういう差なのか,だかそれはですね一画目例えば文字この文字を一画目ここからこう書くぞそれに関しても非常に感覚的に細かく脳が働いてるでそれが瞬時に指先を使って書くときに脳にパッと伝わってるわけですねですからこの指先っていうのは実は脳に直結してるんですで指先に伝わったこの刺激っていうのが 脳がクッとそれを受け止めてて反応しているそれを考えてみると日頃皆さんがよくやっているようにスマホやパソコンのキーボードを打つという作業これそれに比べるとすごく単純な作業なんですね脳への刺激っていうことから考えていくと非常に刺激が少ない鉛筆とかシャープペンボールペンで字を書くっていう行為がいかに脳を駆使しているかっていうことが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います日頃使っているボールペンシャープペン そういった筆記用具は水平運動です。水平運動いつ誰がどこで変えても常に同じ太さで線が引けると。それに対して筆記用具は毛筆に変わるとどうなるのか毛筆ではその柔らかいという筆の筆記用具としての特徴が出ますから上下運動グーッと力を入れた筆が太くなるあるいは力を抜くと細くなるそういう筆記用具としての特性が出てきますですからより複雑な動きを行っている。 筆で字を書くっていうことは非常に脳をさらに駆使してるっていうことになるんですね。でここで少し話を変えてみると、えー、字形配置こういったことも字を書くときには考えてる当然考えてますよね。ですから脳というのは非常に字を書くという行為の中で大きく働きで活字にはない個性や表情っていうのがそこに生まれてくるわけです。そこに書き手の思いあるいは文字に命というものが宿る。まさにそういうい 意味がそこには隠れてるんですね、えー、文字の書きぶりっていうのは時代であるとか地域であるとか書いた人その個性によって大きく異なります書道を勉強すると情報を組み合わせることによってパッと見た文字があこれはこういう時代のこういう人が書いた文字だということを判別できるようになる書道文化について学ぶということは日本の歴史や文化を学んでいく上でも非常に貴重な足がかりとなりうる。 こういうことが元になって歴史的に大きな発見ができたということも実はたくさんあるんですね書は人なりという言葉がありますけどもまさに文字っていうのはその人そのものを映し出している